はい、今日はですね、ゲストをお迎えして、お送りしたいと思いますが、大槻博之さんをお迎えしております。こんにちは。ですね、どうしようかな、ジェフオさんとか言う言い方言っちゃいけないんですよ。いやいや、そういうふうに呼ぶ人もうちのミスミをはじめで、まあ、ファンの人とかでも何人か、僕の周辺の人は割とそういう言い方してました、ね、別にそれはね、俺的には嫌じゃない、うん、別に、うん、経歴を聞いたら、え、この人がっていう、そういう経歴の持ち主なんで、ちょっと視聴者の方々にはですね、特に分かりやすい経歴で、分かりやすい経歴ね、うん、まあ、いろいろあるんだけど、なんだろう、まあ、一番俺的にはもうずっとあんまり言わなかった、特に若い時は言わなかった経歴の一つが、だからビーズに曲を提供してる。お、確かあれなんだよね、うん、ビーズが、他の人の作曲を唯一、受け入れた人なんです。作曲家、うん、まあ、受け入れたというよりも、要はだから提供を受けた、でビーズのデビューにあたって、多分 全曲こう時間的に多分書けなかったのかな、うんうん、で多分その彼が、松本隆弘君が、デビューする前に、その浜田真理さんのサポートをやってて、うんうん、あ、そういう意味なんですね。そうそうそう、それでそのサポートで彼女の曲をいろいろ演奏している中で、この曲いいなとかって思う曲のそのクレジットを見たら、俺の曲が多かったらしいね。ほうほうほう、うん、でそれでそのデビューする時に、ちょっと曲数足んないし、もう曲書けないしっていう時に、まあ、だから俺のところに電話かかってきた、うん、で、まあ、バンドでデビューするんだけども、俺大槻さんの曲がすごい好きだから、うん、1曲作ってもらえませんかっつって電話来た。いきなりパンチのある話題か。いや、まあだからそれはだからすごい昔の話だから、80、それこそ86年とかそれぐらいかな。うん、俺としてはまあ、ね、自分の曲を気に入ってくれる、うん、気に入ってくれたっていう話は、まあ、嬉しい話だから、うん、喜んで、じゃあ書かせてもらうよっつって作った曲が、まあそのデビューアルバム。何て曲ですか？孤独にダンスインベイン。作詞も？作詞は、いや作詞は違う。でね、そのアルバムで、作曲、曲の中で外部作曲家がその書いたのは俺の1曲だけで、うん、でもう1曲別の曲の詞がやっぱりその詞が稲葉君が書けなかったみたいで、詞も1曲だけ外部の作詞家の曲が入ってて、でそれがもう何て言うの、 今となっては全ビーズの楽曲の中でその外部ライターが曲やったのは、作詞がその1曲と作曲が俺の1曲、うん、だからその1曲、こっちこれなければもう全曲オリジナルなんだけど。なるほどね、すごいね。そう、それでちょうどそのインターネットがこういろいろ盛んになりだした頃に、うん、ビーズのなんかそのファンサイトっていうかね、そういうのがあってて、そこのいわゆるトリビアクイズみたいなのがあって、でそのビーズの、なあの全ね、あのレパートリーっていうかあれの中で1曲だけ外部の作曲家が提供した曲がありますが、その曲を作ったのは誰でしょうとか言って、で 1誰々、2誰々、3誰々みたいにこういろんな作曲家の名前があって、で、まあ、その中にもちろん俺の名前もあるんだけど、なんかそれを当てるトリビアクイズみたいなのがなんかネット上で見た、昔見た覚えがあるんですけど。すごい。ただまあ正直俺、そのもちろん曲はね、うん、いや気に入ってもらえたのも嬉しかったし、もうそれこそその当時だから、ネットでどうのこともない、うん、今でも覚えてるけど、渋谷駅のガード下のなんかフルーツパーラーみたいなお店があって、うんうん、もうそこでその依頼があって曲できたよっつって、電話で、もうそれこそ電話で曲できたよっつって、待ち合わせして、そこのガード下のねフルーツパーラーでカセットテープをこう渡して、当時ほら今みたいにその場で聞くもできないから、もうとりあえずカセットテープ渡して、で後でも家帰ってから夜電話が鳴って、めちゃめちゃ気に入りましたっつって、ああよかったっつって、だまあその時点で俺だからほら、そのバンドがさ後々そんなに日本のビッグバンドになる
なんてこれっぽっちも思ってないから。まあ正直デビューアルバムのサンプル版ね、出来上がって送ってもらってジャケット見たけど、あんま嬉しそうじゃないなって思ったりとかして。なんか昔ジェフ・ビックのコンサートなんか一緒に行った時に、誰かが「あっ、オモ」とか言って挨拶してて、あの人誰って言ったら、ビーズの松本とか。あったね。私はその時点で顔知らなかった。ああ、そう、あったあった。まあだから俺がその曲提供する前に、その浜田真理に提供した曲のギターを彼がスタジオでやっぱり弾いたことがあって、で俺はまあ一応アレンジャーという立場でスタジオ行って、あのそれこそここはこうやって弾いてとか、ここはこうだよってこういろいろギターのねディレクションをして、で彼はほらスタジオミュージシャンとして当時もすでに腕は良かったから、一応こっちがこう注文した通りのことは大体弾けてたから。今しれっと入っちゃいましたけど、浜田真理、あ、そうかそうか、そうそうそう、だから今一番通りがいいっていうんであれなんだ、今ビーズの名前を使わせてもらったけど、まあだから仕事のキャリアの中で一番通りがいいのはだから浜田真理の、多分なんだろう、ちゃんと数えたことないんだけど、まあ曲提供しただけでも多分70曲ぐらい以上あるから、ね、アレンジもし、ま、アレンジしただけとかとか、そのそういうのも含めたら100は軽に軽く超えてる。なんだっけ、オリンピックのテーマ曲、ね、ああ、ハート&ソウル、うん、あれなん、どこのオリンピックだ、あれはソウル、ソウルオリンピックの NHK だっけ。そうそう、 NHK のいわゆるオリンピック、 NHK がそのオリンピックの時に誰か歌手の音楽をこうテーマソングっていうか、毎回番組のあれで使うっていうのの最初だったらしい、あれ、あのその曲が。それ以前は別にそういうのなくて、なかったよね、なかった、昔はね、うん、でそのオリンピック、うん、NHK オリンピックテーマっていうので使われた最初の曲がその曲だった、だってその後各局なんか TBS はこの曲とか、うん、ね、あのテレ朝この曲とか、そういうふうに今ってなってるでしょ多分。まあだからそれが88年かな。でまあ、彼女に曲提供したのは、まあ、最初はもっと前で、うん、83年か84年、だからデビューして3枚目のアルバムのなんかオープニングナンバーみたいな、それがだから俺にとっての作曲家デビュー。うーん、でじゃあその前は誰かに、いやあまりね作曲っていうこと自体をやってはいなかった。だからギターは弾いてたけど、うん、そうそうそう、だから一応形の上でプロデビューしたのが79年で、ナットバンドなんとかだっけ、トシタロ&リバーサイド。そう、バンドとしてメジャーデビューした、そうそうそう、うん、リバーサイド、リバーサイドっていうバンドで。そこでなんで笑う。いや俺ね、まあ、これ誰が見てるか見るか分かんないからあんま言えないけど、当時はそのトシタロっていうのがさ、ひらがなでトシタロ、でテレビとかでさ出ると司会してほしいが「トシ太郎」って言うね、トシ太郎じゃなくて「トシ太郎」っていう、で何か「トシ伊藤」と「ハッピーエンドブルー」みたいな、なんかそういうイメージだからちょっと笑ってしまった。そうそう、いや俺もねそれ当時若い時ってさやっぱかっこつけたがるじゃない、うん、で俺としてはもうさめちゃめちゃこうクールなロックギタリストみたいな風になりたかったり、そのよりによってデビューでね入ったバンドの名前が「トシ太郎」みたいなのがすげえさ当時は嫌で。だけどね、別にその埋め合わせじゃないんだけど、近年、うん、そのアルバムの音とかを聞くとね、悪くないの全然、うん、ちょっとだからその、なんだろう、特にほら日本 そのシティポップとかああいうのがほら最近見直されてたりするし、うんうんうん、で、そのまあリーダーで曲作ったトシ太郎ってやつはアースとか割とだからそのゴリゴリハードロックとかじゃなくて、うん、ちょっとそのブラコンっぽい音楽が好きだったから、だからオリジナル作ってる曲もちょっとそれ風で、でギターもまあ俺一応リードギターだったけど、ギターもそういうゴリゴリディストーションのリフ弾いてとかじゃなくて、うん、割とこう、まあ、チャーなんかもそうなんだけど、うん、ちょっとこうクリーンな、うん、ちょっとこうファンクっぽいカッティングやって、ソロはちょっとこう歪んだ音でわーってちょっとこうエコーのかかったギターでちょっと空間的なソロやってみたいな、うんうん、だから今
聞くとね、うん、当時その20歳、20代そこそこの22、3のメンバーが作ってる音として でプロデューサーが深町純さんだったから、あそうそうそう、だからなんかテレビにも出て出たよ、ね、うんうん、今 YouTube とかで見れないの、うん、YouTube はねちょうどねそのセカンドシングルがねジェーンがかわいそうっていう曲だったんだけど、うんうん、それがねあの全員集合で演奏してるやつが上がってんだけど、うん、それねちょうど俺がねやめた直後、やめたんだ、あで俺の次に入ったギタリストのやつは映像残ってるんだけど、あれでも私なんかうちにビデオかなんか持ってきてさ見なかったっけ、いやけどリバーサイドの映像は俺は見たことない、あの大学のそれこそ友達がね当時そのビデオデッキ持ってて、うん、俺がテレビ出たやつをいろいろ撮ってくれてた、うんうん、で俺それをねあのちょうど80年代ぐらい入って家庭用のビデオが普及しだして、うん、自分のビデオデッキを買った時に、うん、それをダビングさせてもらおうと思って、うん、その友達に連絡したら、うん、あごめん全部もう消しちゃったって言われてだからそうだから当時いろんなテレビ出た映像は YouTube には今のところないし、俺もその出演しその友達ん家でその撮ったやつを、うん、見せてもらったことは一回あるけどそれ以外は見たことない。じゃあもしこの YouTube を見てる方が、そうね、もし万が一、ね、映像あるよっていう人はお知らせください。トシ太郎、あ、トシ太郎って言っちゃった、トシ太郎、トシ太郎&リバーサイド、だからね、あの、そうそうそう、今 YouTube にね、その音源自体は上がってて、うん、多分ね、アルバム丸々上がってるのもあったかな、うん、ただそのアルバム丸々上がってるやつは、うん、俺辞めた後にアルバムが出たもんで、あ、そうなんだ、そう、だからクレジットがね、俺の後に入った人のギターの名前になったりしてるんだけど、実際は全部、あのギタリスト2人だから、うん、あれなんだけど、一応あの比率的には俺がリード弾いてること多かったから、まあ一応全曲俺弾いてるんだけど、ヤードバーズのクラプトンパターンですね。ああそうかもね、うん、まあ、とにかく俺はその、まあ、話ちょっとまあちょっと端折っちゃう感じになるけど、あのリバーサイドのアルバムレコーディングしてる最中にそのとあるレコード会社のディレクターの人から電話かかってきて、で後藤剛さんって知ってますかって言われて、で、あ、名前は聞いたことありますって、で今あの自分のバンドをね作るために全国から、これってけど公の話いいのかな、まあいいやとにかくオーディションをやってるから、なんか俺がその学生の時にそのちょっと前にね、大学生というかデビュー前にライブでハードロックやってるライブの音源が なぜかこう業界人に伝わって そこ行っちゃったらしい、うんうん、でそれ聞いたその鶴田さんが、この子ちょっと連れてきてよって話になって、でオーディションに来てくれって言われたんだけど、俺はいやもう別のバンドでねデビューして今アルバム作ってるとこなんでって言ったんだけど、まあそのディレクターの人が、まあ多分自分がほら言われたことを多分ダメでしたって言えないからだと思うんだけど、とりあえずもう来てもらうだけでいいので来てくださいって言われて、でまあ行って、まあ、こっちもまあもうだから別にほら受かろうと思って行かないから、でもうだからね冷やかしのつもり、半分冷やかしのつもりで行って、でしかもほらオーディションの内容がさ、いきなりこのベーって長い譜面パッと見せられて、でその次いきなり行ってその譜面に、そうそうそう、いきなりパーッと譜面見せて、その当時そのちょうどその次としたのソロアルバム出した直後だったのかな、まあ出す直前か分かんないけど、とにかくそのソロアルバムの曲の譜面をポンと見せられて、でまあでレコーディングしたオケからベースとギターだけ抜いたオケを流して、うん、で杉戸さんがベース弾いてギターのパートを俺は踏み見ながらその場でパッと、もうだから初見で弾かなきゃいけないやつだったから、で当時俺譜面もそんな全然強くなかったから、ただまあ別にほら冷やかしのつもりだからもう適当にさもう分かんないとか言いながら適当にやって、でそれでもう一応役目、うん、ね、頼まれたことの役目を果たしたと思って帰ったら電話来て、あとりあえず第一次審査受かりました、受かりましたからまた次も来てくださいとか言われてえみたいな、ちょっとね大月さんの経歴あまりにも華麗だから、うん、この回だけじゃ収まりきらないんで、うん、ちょっと次回に持ち越しということで、はいはい、じゃあ次回お楽しみに。